共同抗戦能力のコンセプトを表したシェーマ。共同抗戦能力とは NCW コンセプトのもと、アメリカ海軍が策定した戦闘コンセプト。共同抗戦能力とは、射撃式に使用できる精度の情報をリアルタイムで共有することにより、脅威に対して艦隊全体で共同して対処、抗戦する能力を付与することである。 このため、従来用いられてきた戦術データリンクよりも、はるかに高速のデータリンク、および、これを運用できるだけの性能を備えた、戦術情報処理装置が必要となる。従来の C4i システムは、ニアリアルタイムの戦略級、作戦級システム、リアルタイムの戦術級システムの3つのレベルにおいて、進化してきた。これに対して CE、CEC を備えた。 C4I システムにおいては、従来リアルタイムと称されてきた、戦術級システムよりもさらに応答時間を短縮する、ことが要求されており、アメリカ海軍では、武器管制の精度という新しい言葉でこの精度を、表現しており、これによって作成される、共通状況図は、単一統合航空状況図と称される。CVN-73 ジョージ・ワシントン、空母打撃群。空母。 護衛艦ともに CEC に対応している。共同抗戦能力の原型と言えるのが、1960年代よりアメリカ海軍全体で運用されていた海軍戦術情報システムである。これは各艦の戦闘情報センターを戦術データリンクで結び、艦隊全体で情報を共有し、脅威に対して対処するというものであった。しかし、 NTDS では、戦術データリンクの通信速度及び通信容量、そして戦術情報処理装置の性能的な限界から、ここでやり取りされる情報はあくまでトラッキングの精度と表現されるものであり、敵に対する射撃に直接的に使用できるものではなく、さらに時間の射撃式レーダーなどで目標を補足、追尾して射撃所限を得る必要があった。 共同交戦能力の直接的な原点と言えるのが、ウェイリー・マイヤーによって提唱された、コマンドセンターコンセプトである。これは、イージスシステム搭載ミサイル巡洋艦の開発において見出されたもので、艦隊の多艦より送信されたデータを元にして、イージス艦が交戦し、また、多艦の交戦を完成するというものである。しかし、 1970年代後半の当時には、リアルタイム性に欠ける戦術データリンクしか使用されておらず、しかも、新世代の戦術データリンクである、リンク16すら登場していなかったため、直ちに実用化することは困難であった。その後、技術の熟成とともに、リアルタイムの高速データリンクを実現できる目処が立ったことから、1985年より、 コンセプト開発が開始され、1988年には e システムズ社がデータリンクの開発を受注した。1990年8月には、レーテガルフ及び3ジャシントに機材を積み込んだバ版を搭載しての実験が行われた。また、1994年からは実弾画も使用して遠隔データによる光線などの試験が行われたほか、 陸軍のパトリオット地対空ミサイル部隊や空軍の防空管制センターとの共同にも成功した。さらに、1995年の試験では、ワロップ島の実験施設より発射されたロケットを、アイゼンハワー CVBG が追尾して、探知後5秒以内に発射地点の算出に成功した。これは、ミサイルを発射した。 移動発射台に対して射撃位置転換以前に攻撃を加えることができることを意味する。そして1998年にアーサー・セブロースキー提督が NCW コンセプトを提唱し、これがアメリカ全軍で採択されたことにより CEC の重要性は一層高まることとなった。すなわち従来の軍事システムを PCW に工程させていた要因の第一が、プラットフォーム間で共有される情報の精度にあった、ことから、CEC により射撃管制精度の情報共有を実現することによって、NCW コンセプトの導入をより徹底できる、すなわち、個々の兵器の性能を向上させずとも、実質的な戦力を大幅に増大させうることが、認識されたのである。セップによる、 複数センサー情報の融合。護衛艦、マヤのパー。赤く囲まれた部分が、パー CEC を実現するシステムは、セットプスと総称されており、艦艇搭載のものを、アン、ユースグマイナス2、航空機搭載のものを、アン、ユースグマイナス3と称する。セットプスは、情報処理、通信端末としてのセップと、 これらの間で構築される高速、リアルタイムのデータリンクネットワークである DDS を主要なサブシステムとして構成される。また、セップと DDS の他に、情報の配布、指揮、情勢表示支援、センサー共同、光線意思決定、そして光線の遂行を助けるために5つのサブシステムが含まれている。DDS は、 CEC を実現するのに必須となる高速、大容量のリアルタイムデータリンクである。CEC 導入以前、アメリカ軍は、部隊の運用統制に使用する、ノンリアルタイムの通信システムである、GCCSM と、艦隊の火力統制に使用する、リアルタイムの通信システムである、戦術データリンクを運用していた。しかし、 リアルタイムと称する戦術データリンクのうち、より高速のリンク16ですら、その情報更新は、秒単位であり、直接に射撃所限を伝達できるほどのものではなかった。このことから、サブ秒の単位で、情報更新でき、射撃式に直接使用できる精度の情報をやり取り、できる超高速、大容量のデータリンクとして開発されたのが、DDS である。 DDS は対妨害性と通信容量から C バンドの電波を使用する。この周波数の特性上、DDS は見通し線内でしか使用できない。その一方、DDS で扱われる情報は、いわゆるターゲッティングの精度であるため、DDS を通じて受信した目標に対しては、時間装備のセンサーで再探知せずに攻撃を加えることができる。 すなわち火力の投射を担当する艦が無線封鎖の状態にあったり地形上の問題で目標を探知できなくても攻撃が可能となる。当初 DDS のアンテナにはリンク16とディール J に似た形の円筒形のアンテナが装備されていたが後に4枚の長方形アンテナを配したパワーに換装されている。セップは他のユニットから DDS によって受信したデータを分析し、時間装備のセンサーからの情報とともに融合する情報処理システムである。個々の航空機や艦船がレーダーやソナーなどによって得た観測データは DDS によって空と海を通じて互いに連絡され、セップによって融合されることで、それぞれ一機一艦では得られない広範囲のレーダー服域と高い位置精度が 獲得できるようになる。セップは、イージスシステムの C&D システムや、アクズなどの戦術情報処理装置と連接され、た簡単値の目標に対する攻撃を可能とする。他の情報システムと CEC との関連を示すシェーマ。CEC は、リアルタイム性が、極めて高いことから、海軍の C4I システムとしては最も狭い。 地理範囲で運用されるることとなっている一方、従来、リアルタイムの情報システムとして使用されてきた戦術データリンクも CEC よりやや広い範囲での簡単運用に使用するものとして整備が継続されることとなっている。これまで使用されてきたリンク11は、現代の水準から見ると通信容量が小さいが、新しく大容量の戦術データリンクとして、 開発されたリンク16は UHF 帯のみであることから見通し線上での通信しかできないことから現在でも運用が継続されている。ただしリンク16の技術をもとに HF 帯での通信を可能にしたリンク22が開発されている。これらのデータリンクは広範囲な艦船や航空機、さらに陸上とも情報共有のできる。 IT-21 統合データネットワークとして統合される。さらに、戦術データリンクよりもさらに、リアルタイム性が劣る一方で、さらに広域での兵力運用に使用される C4i システムとしては GCCSM が整備されている。これは JOTS を発展させたもので、戦略、政治レベルで使用される GCCS との連接に対応している。 これらの情報システムは相互に連携し、航空、宇宙、陸上や国家最高式レベルまでも内包する、遠征軍、センサーグリッドに拡大することを計画している。ありがとうございます。